うまくいくといいわね。寝坊するところだったぜ。おはよう、ドア。どうしたんだその格好。どうかな。私たち全員夏服に着替えたんだ。遊びに来てるわけじゃないけど、せっかくの夏の海だし、楽しまないともったいないでしょ。変だろうか。こんなひらひらとした夏服、やはり私には合わない気が。すまない。そうか。ありがとう、旅人。けど、神団長がわざわざ夏服を用意してるなんて、意外だな。違うよ。お姉ちゃんが自分で用意したんじゃなくて、私とリサさんが選んだの。あっさりお姉ちゃんって呼んでるし、それに全然気づいてない。バーバラ、すっかり夏の海に浮かれてるな。この夏服だが、私も予想外だったよ。実はリサがくれた袋に入っていたんだ。窮地を切り抜ける道具が入っていると思ったら、まさか夏服が入っているとはな。アクセサリーまで入ってたのか。さすがリサさん。騎士団のみんなはこうまでして私を休ませたいということか。私は自分を追い込みすぎているのかもな。みんなこっち来て。クレイが呼んでいるみたいだ。変なものを発見したよ。なんだ変なものって。ほら海を見て、変なものが浮いてる。何やら細長い装置のようだ。見たところ浮標みたいだが。昨日海を渡った時はあんな装置なかったよね。きっとドド大魔王の仕業だよ。一夜にして現れた変な装置、怪しいな。ずっとドド大魔王が出てこないのはクレイを認めてないから。それともクレイが見つけるのを待ってる。突然海に現れた浮標か。何か意味があるのかな。そうだな。浜辺からずっと見てても出しようもないし。大丈夫かな。ああ、
確認した方がいいだろう。海で何が待ち構えているかは謎だ。念のため戦闘の準備をしておいてくれ。準備が整ったら私のところに。船で近づこう。褒めすぎだ。やるべきことをやっているまでのこと。では準備ができたら声をかけてくれ。